これも本当いくらでもなんか効果音とかできそうっすよね。こんにちは、クリッパーことクリッパートロニクスです。今回からベリンガー2600の動画を作っていこうと思います。で、この2600なんですけど、マイニューギアしたものではなくて、先日お友達で音楽プロデューサーのクラカーさんのスタジオに遊びに行った時に、まあ、この2600があって音を出しさせてもらってヒャッハーしてたら、まあ、クラカーさんがめっちゃこれ欲しくて買ったんだけど、まあ、忙しくて使う時間ないんで、いいよ、よかったら持ち帰ってちょっと動画でも作ってみなよみたいな感じでおっしゃっていただいたんで、マジっすかって感じでお借りしてきました。で、この2600っていうのは1970年代に登場したアップ2600っていうセミモジュラーシンセサイザーが元になって開発されてます。で、アップ2600っていうと、まあ、数々のアーティストが使用してますし、で、SE とか効果音もアップ2600はかなり大活躍したそうです。やっぱりこのアープのシンセサイザーの特徴として、このパラメーターがスライダーでやる感じなんですよね。で、ベリンガーさんのこの2600のスライダーはカラフルに光るんで、まあ、さらにスペーシー感が出てめっちゃいいと思います。で、ベリンガーさんのこの2600はベリンガーさんならではの、まあ、新しい機能もついてますし、まあ、MIDI とかも普通についてるんで、すごい取り回しが良くて現代でも十分に使えるシンセサイザーです。で、この2600はセミモジュラータイプのシンセサイザーなんで、タッチングなしでもアナログシンセサイザーとして使うことができます。まあ、でもパッチングすると本当に無限の音作りができるんで止まらなくなると思います。で、もし買われる方でもう初めからパッチングしたいっていう人は、事前にパッチケーブルを用意しといた方がいいです。同梱だと短いケーブルが2つしか入ってないんで、買っといた方がいいと思います。では、ベリンガー2600楽しんでいきましょう。じゃあ、ベリンガー2600の電源を入れてみます。このスライダーがカラフルに光るのがめっちゃいいですよね。じゃあ、音を出しながら解説していこうと思います。じゃあ、まず VCO1 の音を出します。このオーディオのところのこの2つのスライダー、今この左側上げたんですけど、これだとバイアス機能っていうか、そのまんま音が出ます。で、こっちの右側を上げると、今ベリンガーのクレーブとつながってるんですけど、トリガーした時に音が出ます。最初ちょっとこれも分かんなくて苦戦しました。で、ベリンガー2600は3つの VCO とVCF フィルターがあります。で、フィルターは切り替えが可能です。まあ、これ特性で好みで切り替えていいと思います。フィルターの下のスライダーで各パラメーターの量をコントロールします。まあ、ミキサーみたいな感じですかね。で、エンベロープジェネレーターは ADSR と AR の2つあります。で、 VCA で各音量をコントロールします。で、左下に行ってポルタメントがあります。
で、その隣が LFO。で、プリアンプ。エンベロープフォロワー。で、リングモジュレーター。で、ノイズジェネレーター。で、ボルテージプロセッサー。で、ここで電圧をコントロールする。アテネーターとか、CV 信号を分ける。マルチプルとかを使う感じだと思います。一番右側がサンプル&ホールド。で、フォンも専用のコントロールがあります。で、ベリンガー2600はスプリングリバーブを内蔵してます。ベリンガー2600はセミモジュラータイプのアナログシンセサイザーなんで、まあ、こんだけいっぱいパッチングの穴開いてますけど、パッチングなしでも十分使うことができます。じゃあ3つの節を鳴らしていきます。めっちゃぶっといっすよね。シーケンサーで鳴らすとこんな感じになります。で、VCO はそれぞれスイッチで LFO の波形に切り替えることができます。これ ADSR はエンベロープでモジュレーションする感じですね。LFOもいい感じに効きます。じゃあノイズのレベルを上げます。じゃあ、リングモジュレーションをつないでみます。
じゃあ VCO2 のサイン波をリングモジュレーションに入力してみます。これは VCO1 で変調してる感じです。じゃあノコギリ波で変調します。まあこれこそ変調サウンドって感じですよね。パルスワイズもいい感じに聞きますね。これも本当いくらでもなんか効果音とかできそうっすよね。ノイズもノイズのカラーを変えることができます。ノイズの音もなんかすごいいい感じですね。サンプル&ホールドはノイズから信号をパッチングして使うんですけど、まあなしでもこんな感じの効果を得ることができます。これ2600使うときはベリンガーさんのクレイブとかコルグさんの SQ1 CV と MIDI 両方使えるシーケンスあるともっと幸せになれると思います。やっぱベリンガーさんっていうと僕はニュートロンが大好きなんですけど、まあニュートロンはすごい取り回しが良くてめちゃくちゃ使いやすいんですけど、この2600はまあ3つの VCO があっていろんな機能があるんでより複雑な音作りができそうですね。これやっぱ音作り好きな人はたまんないシンセだと思います。まあなんかいろんな機能がたくさんありすぎてちょっとまだわかんないこといっぱいあるんですけど、一つずつの機能をちょっと勉強しながら動画作っていこうと思います。